汚れて絡まった毛の中に痩せ細った体を隠していた一匹の犬。たくさんの動物を見てきた保護施設のスタッフも驚くほど、その体はガリガリでした。それでもどうにか生き延びてきた犬。危険な状態の犬を救ったのは、偶然通りかかった人たちです。彼らのおかげで尊い命は救われ、犬は明るい未来を描くことができたのです。後にウィローと名付けられる犬が発見されたのは、カナダのバンクーバー。ドライブ中だったマチュールさんとギョームさんが車の中からウィローを見かけました。その時はウィローが犬なのかどうかさえよくわからなかった二人。一人ぼっちでいたウィローはコヨーテのようにも見えました。けれど胸騒ぎがしたマチュールさんとギョームさん。もし犬だったら、そう考え始めると気になって仕方ありません。二人は車を U ターンさせ、ウィローの元へと戻ります。そして、ウィローがシベリアンハスキーであること、衰弱していて逃げる気力も残っていないことを知ったのです。泥だらけで毛がほつれ、絡まっているところがたくさんあるウィロー。二人はウィローを車に乗せて走り出しました。このままでは危険かもしれないと感じ、保護施設へ送り届けることにしたのです。持っていたサンドウィッチを差し出すと、ウィローは恐る恐る近づき、勢いよく食べ始めました。初めて会う人からの食べ物を警戒する余裕もないくらい、ひどくお腹を空かせていたのです。保護施設に到着すると、ウィローが2歳くらいのメスであることが分かりました。本来、24キロほどあっても良いはずの体重は15キロしかありません。絡まった毛をカットすると、あばら骨がくっきり浮き出ていました。ここまで痩せていて生き延びてきた犬を見るのはスタッフも初めてです。実は、ウィローは飼い主に捨てられ、その日以来食べ物を探してさまよっていました。徐々に飢えはひどくなり、ウィローはついに砂利を食べるようになっていきます。悲しいことに、胃の中は砂利だらけで、そのせいで消化不良を起こし、腹痛を抱えていたウィロー。痛みのため、横になることさえできません。彼女は本当にギリギリのところで保護されたのです。マチュールさんとギョームさんに助けてもらっていなかったら、そのまま亡くなってしまっていたかもしれません。その後、近所の人の通報でウィローを捨てた元の飼い主も判明しました。ウィローの飼い主だった男性は動物虐待の罪で罰金の支払いを命じられ、10年間動物を飼うことを禁止されました。九死に一生を得たウィロー。困難を乗り越えた彼女に幸せになってもらおうと、多くの人が家族に迎えたいと名乗りを上げました。そしてその中でも、シベリアンハスキーを育てた経験のある家族に引き取られることとなりました。辛い過去を持つウィローにとって最適の頼もしい家族です。今度こそウィローは幸せになれることでしょう。ウィローは今、安全で安心な家の中で優しい家族と共に穏やかな毎日を送っています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。